ジャニーズ事務所が2度目の会見で直面する危機転々テレビの出撃源でファンをつなぎ止められるか。スポンサー企業に続きテレビ局の脱ジャニーズの流れが加速しそうだ。NHK は9月27日大晦日の紅白歌合戦についてジャニーズ所属タレントの起用を現時点では保留する方針を示した。 年末にかけてジャニーズタレントの起用を控えざるを得ないテレビ局が続出する事態も予想されている2日午後ジャニーズ事務所による2度目の会見が行われる予定だがそこで問題となっている社名変更や藤島ジュリー景子前社長57が保有する株式の取扱い性加害の被害者への 具体的な保証内容などスポンサー企業やテレビ局国民が納得し得るものを提示できなければテレビ局をはじめとするメディアとジャニーズ事務所の断絶が深まりそうだスノーマン・メグ目黒ンさんのフジテレビ系ドラマ「サイレントがヒットしたのは目黒さんがテレビにコンスタントに露出していたこともある新規ファンを獲得しながら既存ファンの熱も持続できていたのです 一方ライブや CD リリースだけだとルーティン化しやすいためふとしたきっかけで飽きるファンも出てくるでしょうライブの合間にドラマや特番 CM などの大きな仕事があるからこそファンは応援熱も高まるテレビの露出がなくなれば所属タレントだけでなくファンのモチベーションも下がるかもしれませんどう